サラカク。皆さんこんにちは、サラッと格闘技雑談です。現在のライジンの中でのキックの扱いって、地元キックによるチケットさばき、あと試合数を増やすための全然扱い的なものでしかなくて、ちゃんとしたトーナメントも全然なくて単発的な扱い、ストーリーも何もない。で、コージ選手やナスカー・テイシン選手が出るときにはメインとか準メインでまともな扱いにはなるけど、それ以外の選手の場合はあくまでも前座、前半の時の試合数稼ぎ程度の扱いしかないじゃん。ライジンのお客さんもさ、キックの試合が発表されると不満の声が続出するじゃん。まあ MMA を見たいっていうお客さんだからしょうがないんだけどさ、まあ確かに総合格闘技を見に来ていて、何のストーリー性もない中で知らない選手のキックボクシングの試合が入れば、まあ当然だと思います。そこで私はね、ライジンキック部門に関してある提案がございます。それはね、キック部門を肘ありルールに特化してほしいというものなんですよ。そもそも現状のライジンキックって K1 が参加しないのもあって、ライズでもできるような内容をただただ焼き増ししてライジンで行っているってだけじゃないですか。だからキックの選手がライジンで戦いたいとアピールしても、総合のライジンファンからはいや、ライズでやれよっていう感想が出るし、まあその通りなんですよね。ぶっちゃけライジンは総合格闘技のあらゆる団体の有力選手が集い、真のナンバーワンを決めるような場にもなってるわけじゃないですか。であれば、キックも同じようにあらゆる団体の選手の中で真のナンバーワンを決める、そういう場になるべきだと思うんですよね。そういう風にしないとストーリーも何も生まれない。しかし肘なしルールでは K1 がある以上、ライズでできる組み合わせ以上のことはできません。であるならば、肘ありルールに特化して肘ありルールでの真のナンバーワンを決める場にすればいいじゃないかということです。つまり、かつての旧ノックアウトがやろうとして頓挫したキックファンの夢を再び実現してほしいというものです。旧ノックアウトっていうのは数年前に始まった肘ありの真の日本一を決めようっていうプロモーションで、那須川天心選手が世の中に注目されるようになった出世試合、ワンチャロン PK センチャイジムとの試合、あのバックスピンキックで顎に入れて決めた試合ね、あの試合とかがやっていたのがノックアウトです。ただね、やっぱり経営難になってしまって、とある大きいスポンサーが離れてしまい、今じゃレベルスっていう元々あったムエタイ系の団体が、まあ、ノックアウトと提携して吸収して、でそのまま今ノックアウトって名前でやっているので、今現在のノックアウトはまあレベルスの延長っていう感じになるんですよね。で、こんな素晴らしい団体がなんで頓挫してしまったのかっていうと、旧ノックアウトではね、玄人志向すぎるせいで契約化して頓挫してしまった、いわゆる新規ファンの獲得がね、全然できてなかったっていうのがあるんですよ。もうほんと、俺たちはキックを分かっている人たちだけを楽しませる、それだけでいいんだって言ってね、お客さん集めようとした感じがあったんですよね。それが良くなかった。しかしね、ライジンであればそこをね、しっかり外部に向けてね、いろんなお客さんを引きつけられるようにプロモーションできる、そんな風に思ってるんですよ。日本のさ、ヒジアイルールのプロモーションはさ、それこそ現在のノックアウト、ボム、新日本キック、NJKF とかさ、たくさんあるわけですよ。旧ノックアウトが頓挫してからは、ヒジアイルールの競合がメジャープロモーションで試合できる場がなかなかなくて、泣く泣くライズとかヒジなしルールに挑戦しているっていうのが現状なんですよね。そんな選手たちが輝ける場になるのではないかと思うわけですよ。そしてね、肘ありルールのキック部門を伸ばすことで、現状持て余している吉田稲高選手のプロモーションをね、さらに行うこともできるので、ぜひやってほしいです。まあ那須川天心選手の一件のね、ごたごたもあったけど、こんなところであのね、稀有な人材を日本から手放してはならない。ぜひね、また仲直りしてしっかり吉田稲選手をプロモーションしてほしい。来年からは来人の大会数が増えるので、キック部門もね、置いてきぼりにせずしっかりメスを入れて、総合同様一つの柱として確立してもらえると嬉しいなぁと思っております。いや、総合の方はさ、肘とか普通に解禁してるわけだしさ、それにテレビ放送ってほとんど大晦日ぐらいだけでしょ。さすがに肘ありだとテレビ放映が受け入れないから厳しいっていうのはね、ナンセンスなことだと思うんですよね。肘ありキックでの日本統一団体、ほんとマジでやってほしい。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録いただけると大変嬉しいです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。